では、定刻になりましたので、計算科学技術特論、A の、6回目ですね、今日は、理研の中田先生に来ていただきまして、線形代数演算ライブラリグラスとラパクの、基礎と実践ということで、講義していただきます。ではよろしくお願いします。理化学研究所情報基盤センターの中田真帆です。今日は、下司先生にいろいろ授業させていただくということで大変感謝しております。今回は線形代数ライブラリのブラスとかレイパックの基礎と実践ということで、1回目ということで、今回は、どうやって使ってみるかということぐらいで、話をざっくりとするという感じです。でその、線形代数の歴史と重要性とか、コンピューターでの数値計算と線形代数演算でブラスレイパックの紹介とで、ブラスを使ってみる行列積でレイパックを使ってみる、対象 行列の対角化まとめと次回予告ということになっています。ブラスは、今回の授業なんですけれども、修士ぐらいということだったと思うんですが、最近 HPC の、僕情報基盤センターに理研の情報基盤センターにいるんですけれども、なんか計算を始めるって人が結構いらっしゃいまして、例えば実験系の研究室にいらして、例えば一人でプログラムを組むことになったとか、そういう人は結構いらして、あとは自己流でやってる、僕も自己流ではやってるんですけれども、そういう時にノウハウっていうのはあれば、そういう人たちには勉強する術っていうのはあんまないんですよね。で今後、ハイパフォーマンスコンピューティングというか、高速なプログラミングというのは、どの分野でも出てくるものになってくると思われましてですね、いろんな分野の方に、ちょろっとずつ今日これ聞くだけでなんとなく分かった気になって、明日からプログラムで実際使っていけるようになるかなというふうな感じでちょっと話してみます。ちょっとイントロダクション、線形代数とその歴史ということですね。線形代数というのはですね、何かといいますと、皆さんご存知のようにですね、行列や行列式に関する理論を体系化した代数学の一分野です。で、ベクトル空間 V というのが定義されてて、任意の要素 UV について UV が定義されていて、 U と V こう足し算が定義されてて、それもまた入ると、スカラーも定義されてて、それとスカラーとベクトルの、積みたいなのが定義されているというふうなことが、あれば、これベクトル空間だという言います。で線形写像というのも、そのベクトル空間について、任意の XY についてこういうふうになるような写像、こういうふうな写像を線形写でもう一つ、任意のベクトルと、スカラー倍に対してこういうふうにスカラーが外に出る、こういうふうなものを線形写像と言います。で線形代数というのはこれの定義が全てであり、この定義というかもう少しいろいろあるんですけれども、これが全てでありまして、今回の主題というのはブラスとかレイパックについてです。ここの線形写ベクトル空間と線形写像をいろいろ使い回すというのが、コンピューター上でどうやってそれを使うかということが、ブラスとかレイパックに結晶されているということで、これについてちょっとやってみます。と線形代数の歴史と、重要性ということに、線形代数というのはすごく重要なことでありまして、人類はもう本当に5000年ぐらいやっていると言われています。例えば有史以来やってきます。エジプトが最古だと思われます。これはパピルスにそういうふうな記述がちょろっと書いてあります。で中国もすごく、線形代数のことは知っていましてですね、大体1000年ぐらい前から知ってたと思われます。でこれは九章三術という1世紀ガウスの消去表ですね。これを1世紀紀元前1世紀から、紀元後2世紀の頃にはそういうことを知っていたということがもう記録に残っております。であらゆる分野に線形代数が出てきます。物理科学工学生物学経済経営、あらゆるところに出てきます。物理だったら皆さんが やるとすれば、微分方程式解くとかいうところも線形代数のになりますし、科学だと量子科学とか工学で、最適化とかオプティミ、
あらゆる分野ですね、生物学でもいろいろ出てきます。で、その線形代数っていうのは理論がずっと発展してきたのはここ1000年2000年ぐらいのことなんですから、が、まあ、かっちりまとまったのは結構最近のこと で、それは量子力学が出てきたことからによります。で、その今世紀に入って一番興味深いのはコンピューターが生まれて、線形代数演算をコンピューター上で高速に大量にやらせることが重要になってきたと、こういうことですね。要するにいろんな問題が線形代数の問題で、まあ、理論的に解かれてきてたわけなんですけれども、これが実際コンピューターで数値的に解くということが一つパラダイムとして出てきました。で、コンピューターの歴史っていうのは、スピード、それと規模、これを追求してきました。これもコンピューターの歴史です。要するにコンピューターの発展はどういうことかというと、なるべく早く線形代数の問題を解くと、まあ、かなり語弊はありますけれども、なるべく早く、そして大きな規模の、線形代数の問題を解く、もうこれをもう並べていくとコンピューターの歴史になっていきますということで、すごく今日面白いです。で、線形代数の利用例というのを少し見てみます。まあ、例えば Google のサーチエンジンというのを、まあ、皆さん Google は使われると思うんですけれども、ページランクというのがありまして、ウェブページの相関というのを行列の固有値でランク付けというのを行います。だからこれは対角化を行うわけです。 AX=λX、 これは行列の対角化というのは、まあ、要するに Google での検索で上に出すにはという、まあ、ここと関係しています。で、まあ、皆さんも 3D のゲームをされることがあるかもしれないんですけれども、まあ、自分の視点が変わるとか、物が動くとか、まあ、移動とか、拡大回転縮小すると、まあ、大量の線形代数演算が行われます。まあ、これはですね、O っていうのは、回転行列、これはまあなんかの行列で、まあ、こういうふうに回転させて、拡大回転、回転というと線形とは関係なさそうに思うんですけれども、実際は行列で書かれると、なんかサインシータコサインシータの、まあまあ、高校生の時に並ぶと思いますが、そういうふうなことになります。で、電子デバイスはどうかと、まあ、ここ僕も今日 iPhone 持ってきてますけれども、スマホとかパソコンでもう電子デバイスがないと生きていけない方はいらっしゃい、もうたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、僕もその一人ですが、まあ、基礎理論はですね、量子力学と呼ばれるもので、これはまあ偏微分方程式を解くことにあるんですが、これはですね、これも線形代数です。これはですね、エルミート行列という特殊な行列をユニタリ行列というので対角化するということが、まあ、よくやられます。例えば、まあ、量子化学計算とかで SCF とか、例えば、まあ、いうのがあるんですけれども、これももう突き詰めていくと、まあ、エルミート行列という、まあ、ハミルトニアンと言われることもありますが、こういうこと行列をユニタリ行列っていうの、まあ、これ回転みたいなものですが、これで対角化するというふうな感じになります。この対角化されたところのところがエネルギーとか、まあ、要するにエネルギーに相当するとか、まあ、そういうふうな感じですね。みんな線形代数になってしまいます。で、ちょっとなんかうんちくが長く続きますが、まあ、ちょっと線形代数が重要だということを皆さんに知っていただきたいんですが、まあ、先ほども少し申し上げましたけれども、9章3述というのがあります。これ何かといいますと、まあ、先ほどもちょっと紹介しましたけれども、紀元前1世紀から紀元後2世紀頃に成立したといわれる中国の数学書です。で、法廷という章があります。法廷という章がありましてですね、これを見てみると、まあ、これなんか上の機微、中質の機微、まあ、低質の機微が、三束、二束、一束ありまして、それが39の、桶にがバケツに入っていると。で、これで、上中下の機微は一体一つずつ何個の、バケツになっているかというふうなことが書いてあるわけですね。で、これでよく見るとですね、まあ、9か4分の1みたいなことが書いてありますね。で、ここからがちょっと本番というか周りなんですけども、ここで行列が出てくるんですね。
まあ、ちょっとここからだけじゃちょっとわからないと思いますが、まあ、これは行列が出てくると。そしてそのガウスの消去法をここで使うんですね。まあ、なんかここ分かりにくいんですが、まあ、ここでガウスの消去法、これで XYZ から X を消して次 Y を消して Z を求めるということをここやってるんですね。でそれでここで割り算を行うと、実とここですね、ここで割り算を行って2と4分の3とここ出すんです。まあ、ちょっとこれを日本語に現代風に訳してみます。まあ、Google トランスレーションを使って、中国語はほとんど僕わからないのでどうするかっていうと、中国語をまず英語に直します。英語を読んでそれでなんとなく訳すということをやっています。まあ、あと、まあ、Google で探すといっぱい出てきました。で上質の、3束の上質の機微、2束の中質の機微っていうのが39個のバケツに入っていると。 2束の上質、3束の中質、1束の低質の機微が入っている。これ 3×3 の行列になっているわけです。で答えは何かというと9か4分の1 4か4分の1 2か4分の3で、まあ、かなり1000年前にしてみれば、あ、2000年前にしてみれば上出来というか、ちょっと驚くべきことのことが書いてあります。で、ここで行列の考えが出てくるんですね。39のを、右行に置く中行、左行も右のように並べると。でここちょっと後で示しますけれども、こういうのがあります。でそのでここが核心なんですけど、右の上質を中行にかけ引く、これがガウスの消去法です。で ここで、左行にもかけて右行から引く、これ行列になってるんですけれども、実際はこれ普通に今でいう行列と縦横が逆になってまして、まあ、そこがちょっと我々の分かりにくいところであります。でここ余りがあるので割れば求まる、これが、まあ、要するに、Z を求めるみたいな感じです。じゃあ現代風にやってみますと、3X 足す 2Y 足す Z イコール39、 2X 足す 3Y 足す Z 34、 X 足す 2Y 足す 3Z 26、まあ、風になってます。でこれが、右中左って中左って書いてますけれども、これが3000年前の線形代数で、これは、左中左ってか右って書いてあるので、これ要するにこう縦と横が逆なんですね、今の言うところので。中は右はそのまま、中は中を3倍したものから左を2倍したものを引く、左は3倍して左から右を引くというと、まあ、こんな式が出てくるんですね。まあ、これ3倍、これガウスの消去法そのままです。でそれで5倍して、6Z イコール99、36Z イコール99というのができます。あとは、まあ、これが実を法で割るという言い方をするんで、ちょっと僕もこれよくわからないんですけれども、まあ、Google でいろいろ調べると、実を法で割るというのが 36Z イコール99を、9お互い両辺を9で割って、4Z イコール11にして、4分の11にするということになります。でこのようなことを、ひたすら繰り返していくというのが、まあ後のここの文章に書いてあります。だからですね、ガウスの消去法というのはまあ中国が知ってたわけで、もうそれこの時はほとんどまあ、この時はほとんどですね、理論的な面白さだけなんですよね。法廷っていうのは昔はなんかブロックみたいなものをなんか四角く、なんていうんですかね、並べるみたいなことがありまして、だから法っていうのは四角く並べるってことを意味してます。でここが、まあ、ガウスの消去法の多分初出だと思いますので、なんかガウスの消去法っていうと明らかに西洋のものみたいな感じがして、僕はちょっとプライオリティとしてはちょっと気分が悪いなと思います。でこの後鶴亀山っていうのが日本に入ってきますが、これはかなり違ったもので、ちょっと解き方を見ても分かりません。で残念なことに九章三述っていうのはこの後急速に衰退してしまってですね、全然ほとんど残ってない、記録が残ってなくて忘れ去られてしまうということで、まあガウスの消去法は九章三述と言われないでガウスと言われてしまう、ちょっと残念なことです。まあ、まあ、言いたいことは何かというと、この時までは理論的な興味だけで線形代数をやってたんです。で次で初めてですね、人間がこう線形代数 を、計算でやろうとした、計算を繰り返して理論的なものじゃなくて実用的なものに適用しようとしたことが、
1950年ぐらい、46年で書いてありますが、まあ、50年ぐらいからだと思われます。でこれはエニアックというコンピューター、まあ、多分皆さんご存知だと思うんですけれども、アメリカで開発された、まあ、黎明期のコンピューター、電子計算機であります。例えばですね、これ10桁のすごく遅いんですね。今回はスピードに関してはあんまり、申し上げないんですけれども、まあ、次回ちょっとスピードに関して申し上げますが、10桁の数値演算はの乗算は14サイクルと、2800マイクロ秒かかると。するとですね、毎秒357回っていう、まあ、すごい357フロップスということになってですね、今はギガとかテラとか10の9乗とか10の12乗とか言うんですけど、まあ、とんでもなく遅いコンピューターがあって、なんかこれでこの真空管は一つ壊れたら壊れるのが2日に一遍、それがものすごく、精度がいいというふうに、言われて、ウィキペディアに書いてありました。だからこのようなすごいでかい装置を使って人間は初めて微分方程式や線形連立一次方程式を解き始めたわけです。でもちなみにこれはプログラム式のやつでありまして、線形代数を解く専用のマシンというのもあったみたいですが、それについてはちょっとウィキペディアに書いてありますので、ちょっと参考にしてください。ではやっと、コンピューターでの実数演算と数値線形代数演算についてということに入ります。で多分足し算、コンピューターで実数を扱うっていうのを、まあ、多分なんとなくご存知の方はいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ちょっとざっくりと復習しています。でコンピューターっていうのは有限なので実数を扱う、全部扱うことはできません、まあ、実数は無限にあります、しかも非常にたくさんあって有理数よりもたくさんある、まあ、これものすごくすごい無限であってなかなかできない。だけど近似的な取り扱いをして、我々コンピューターではやり過ごしています。でそれがまあ不動小数点数です。もうクヌースの方にも書いてありますけれども、不動小数点 の演算というのはかなり奥が深いんですが、難しいんですけれども、まあ、意外とざっくりと言うと不動小数点数というのが、まあコンピューターでの実数の近似表現の一つなんですけれども、これがうまい、意外とうまくいくんですね。大体の計算で ほとんど用が足りると。とても実用的でよく使われています。本当にコンピューターで、実数で演算しているというとこれがほとんどです、まあ、99.9% ぐらいこうです。で、これどういうふうにしているかというと、まあ、有効桁が何桁かありまして、まあ、1.010101、まあ、0011とか、まあ、これが何個か、例えば16桁とか16個とか32個とか続いたところにここの2の3乗、まあ、これは8なんですけれども、これがかかるというふうな感じの、ことになっています。まあ、要するにですね、1個はこう0から1までの、何桁かの数字、まあ、例えば16桁の数字に、指数部分をかけるというふうな形になっています。でそうするとコンピューターで非常に効率的に扱えます。で次のページではちょっとやりますけれども、例えば倍精度だとですね、まあ、16桁の精度を持ちます。だからですね、これだとですね、どうしても精度という問題が出てくるのは、まあ、皆さんなんとなく分かっていただけると思うんですけれども、これだと、まあ、どうしても精度という問題が出てきます。例えば倍精度というやつでは、まあ、10進16桁の精度しかないと、まあ、要するにですね、1たす 0.00001 というのをやると、まあ、1となると。これをコンピューターが見分けることはできないということになります。まあ、そのもう一つ端的な例として挙げられるのはですね、結合法則というのが成り立たないということです。だから A たす B たす C というのは、A たす B たす C をしてから A を足すというのと、 A と B を足してから C を足すというのは必ずしも等しくなりません。だからその近似的な表現をしたところで必ずどうしてもなんかまあ矛盾点みたいなのが出てくるわけで、まあ、それがあると、まあ、これはちょっと頭の片隅に置いてください。でこれをで
これが計算をですねややこしくしているっていうか、まあまあどうしてもそうなるんですけども、そういうところの原因の一つになります。で、実はこのコンピューターでこの不動小数点ってこうありますけれども、これを扱えるような規格として扱われるようになったのは結構最近のことです。1985年のことです。それまでは各社各用のもうフォーマットがありましてですね、互換性がなかったと。そうすると何が問題かというと、あるプログラムは走るけれども、それを違うコンピューターに持っていったときに走らなくなるという現象が起こったわけです。で、精度の問題も出てくると。そういうのを、どうしたらいいのかっていうのを、まあ、みんな考えたところで、やっぱ規格を作らないとダメだよねっていう話に なりました。それが、まあ、規格 IEEE のスタンダードの規格になっています。で、これが754-2008 IEEE スタンダードフォフローティングポイントアリスメティック、こういう名前の、企画書になっています。で、実際これ読んでみると、まあ、そんな大したことは難しいことは書いてなくて、ただひたすら数の定義がつらつらと書いてあって、こういうふうな数を使いますと、こういうふうな定義をしますと、こういうふうなことをしますというふうになっています。ちょっと話はそれますけれども、これは不動小数点数を使ってたんですが、これは実は二進数ではなくて十進の不動小数点数を使ってた。ちょっとハイカラなことをしてたようです。コンピューターでは、まあ、普通は二進数なんですよね。だけどこっちは十進数でやってました。で、ちょっと話がそれて申し訳ないです。これが、まあ、企画の名前です。IEEE2008、これ2008年に最近また新しい企画が出たんですね。最近のコンピューター事情に合わせて、まあ、ちょっとエンハンスされたところがあるので2008、まあ、IEEE754 というふうに言ったりします。で、この中で一番よく使われるのはバイナリー64という64というんですかね、まあ、倍精度と言われるやつです。これは、10進16桁の有効桁があります。これどういうふうになっているかというと、バイナリー64ってなってますので、実際は、64ビットあります。だから8バイトですね。8バイトの数で8バイトのなんか整数で1個の実数を表しましょうということです。8バイトの整数で1個の実数を表しましょうということをやります。で、これでフォーマットが決まっておりまして、ここが、プラスかマイナスかのサインを決めるところです。で、エクスポーネントっていうのが2の、先ほどのここの2の何乗かを決めるところです。で、フラクションっていうのが、マンティッサと呼ばれることもあるんですけど、フラクションという呼びますが、ここがこの 1.0101 ってここの、ここを決めるところです。要するに二進数でいうと、ここは52桁プラス1だから53桁あるんですね。53桁ある。で、ここでエクスポーネントの方は、まあ、2の1024乗からマイナス1024から1024乗ぐらいまでの数が表されると、まあ、だから308乗ぐらいですね。10のだからこういうふうなフォーマットで実数を整数で表しているんです、まあ、実数を整数で表している。まあ、ちょっとここはこんがらがあるのであれなんですけれども、で、これほとんどのコンピューターこれ使ってます。で、まあ、規格化されてどのコンピューターでもほとんどこういうのを使って、まあ、要するにこういうふうなフォーマットを使いましょうと言って、まあ、こういうやってるので、まあ、こういうのを使わないコンピューターっていうのはもう本当に手に負えないぐらい大変なことになります。なんかもう要するにこのコンピューターでしか動かないプログラムになってしまいます。で、これで数値計算のプログラムの互換性が飛躍的に向上したという背景があります。で、高速です。まあ、要するに、まあ、規格化されているわけでどんなコンピューターでもこれ使いなさいということなんで高速です。例えば Core i7-920 だと 40GFLOPS、まあ、40×10 の9乗回の、足し算引き算掛け算がこのフォーマットでできると。ラディオン7970っていうのは1テラフロップスあると。で、 K コンピューターって神戸にあるやつはそれを10ペタ行えると。で、ここで注意しておきたいのは、不動小数点演算には誤差が入ることがあるということです。で、まあ、不動小数点数っていうのは今あるんですけれども、これどうしても誤差が入ってしまうと。で、これがコンピューターで線形代数をやるときにやっぱり問題になってきます。こ
ここで、まあ、この場合はちょっとそんなに今回はそこまで取り扱わないんですけれども、動かないときが動か、まあ、コンピューターのプログラムが動かないとき、これは、まあ、要するにこのバイセードの取り扱いによる、誤差の蓄積などがあります。まあ、例えばちょっと話それますけれども、これ IEEE754 を使ってない有名な最近のコンピューターって何かご存知の方いらっしゃいますか？ちょっとあんまりいないかもしれないですが、これを使ってないコンピューターってのがありまして、これはプレイステーション2なんですね。これはちょっと変な不動小数点フォーマットを使ってやっててまして、若干違う、まあ、フォーマットはあれなんですけれども、若干違う結果が出てくるということがあります。そうするとですね、まあ、なかなかコンピューター上で再現したりするときにすごく問題が出てきます。でちょっとでやっとブラストかレイパックのお話に入ります。でコンピューターでの線形代数ということですね。例えばですね、自作コンピューター、例えば研究室に配属されて、その研究室ではなんかプログラムを作っているということがあるとします。で皆さん例えば周りが実験系の先生ばっかりで、自分がコンピューター触るというふうになってしまうと、まあ、自分で勉強せざるを得ないと、まあ、自分は情報系ではないとか、まあ、情報系の、まあ、人でプログラムを作らないという場合もありますし、物理系の人がプログラムを作るという、化学系がプログラムで生物系の人が作るということも今たくさんありますが、その割に習わないことが多いんですね。でまあ、線形代数の教科書を紐解くと、いろいろアルゴリズムが載っています。例えばクラメールの公式とかあって、これ使ったら一次連立一次方程式の解が求まりますとか、そういうのありますけれども、例えばですね、線形連立一次方程式を解いたりですね、行列行列積を計算させてもやけに遅いことがあります。例えばこれはコンピューターの構造をある程度理解しないと、そのままでは遅いということが往々にしてあります。であとよくある話、非常によくある話なんですけれども、行列式を求めたら誤差が大きくなることがあります。で例えばですね、さっき連立一次方程式を解くときに行列式を使うという方がたまにいらしてですね、ご相談されることもあるんですけれども、そうするとですね、これは教科書からそのまま取ってきたみたいな、まあ、それはそれ正しいんですけれども、普通は行列式を使わない方法を、求めない方法を使います。で次はですね、結果がおかしいとか、収束しないとか、ゼロで割ったとか、でたまにこういうことが起こるとかいうこともあります。でこういうのはまあ、バグを突き止めるのは大変難しい時があります。だからここでは 何が言いたいかと言いますと、まあ、コンピューターに合った計算方法が必要で、それを作るにはどうしたらいいかということが問題になってくるということです。でも、まあ、そんなこと言っても、まあ、自分は詳しくないし、まあ、僕もそんなに詳しいというわけじゃ ないかもしれないですし、まあ、数値計算は業が深いんですが、まあ、便利なプログラムはすでにないのと、今インターネットで探せば何でもあるじゃないかということなんですよね。まあ、それはあります。これはブラストかレイパックです。でこれを使いましょうということになります。で次にですね、コンピューターの仕組みに合ったやり方ってどうするのか。でコンピューターの仕組み、まあ、一つ先ほど申し上げたのは教科書そのままの実装はやっぱり しんどいことがあると。もう一つは不動小数点数を使っているから誤差が入ってくることがあると、まあ、こういうふうなものを対策するときにどうしたらいいのかということも考えなければならないし、コンピューターというのは、まあ、データが入ってきてコンピューターの中で処理してデータを出すということをするわけですけれども、これこういうそういう仕組みに線形代数の理論がなっているかというとそうではないです。ただ単に線形代数の教科書に書いてあることはそのまま理論的に筋が通りやすいふうに書いてあるわけで、それはコンピューターにやりやすいかというとそうではない。それはまあ来週やります。
ということですね。で、ここまででや、まあ、イントロが終わったわけですが、でやっとブラスとかレイパックということになります。まあ、これ世界最高の線形大自然山パッケージって書いてありますが、まあ、僕はそう思っています。で、コンピューターで線形大自然山をするときは、まあ、あのブラスレイパックを使いましょうと。で、品質と信頼性が高いということが重要です。で、あの普通の人がプログラムしたときに品質がいいとか信頼性が高いっていうのを担保するのものすごく難しいです。特にあの、まあ、これですね、この収束しないとかいう問題があの数値計算では往々にして出てくるんですけれども、これっていうのは、まあ、あの非常に難しい問題がいろいろ隠れてまして、たまにうまくいかないとか、自分が思ってる系ではうまくいかないとか、違う系ではうまくいく、まあ、これはもう本当にあの難しい問題で、そういう時には信頼性が高い方法を使わないとダメです。そういうふうなものに関しては、まあ、よく考えられています。で、無料で入手できます。で、高速版が、ある場合もあります。要するにあの非常に高速なブラスとかレイパックというのは、まあ、パーツに分けるということをすごく考えているので、で線形台数というのはものすごくたくさんの種類の演算をするんですけれども、それがコンピューターに合わせて、その例えばその時々のコンピューターに合わせて速くしたり、するというのはやっぱり非常に難しいというか、まあ、コストのかかることなので、まあ、そういうのが、まあ、例えばインテルの石だったら高速版が手に入ったり、アームにもあったりしますが、まあ、パワー PC にもあったりということがあります。で、ただし密行列向けです。で、素行列はサポートされていませんと。で、まあ、こういうふうにですね、素行列は、次回以降山本先生がやっていただけるということなんで、それにちょっと依存させていただきたいんですが、まあ、ブラスレイパックはもう人類の宝と言っていいほどの、まあ、すごいことです。で、これなんか大げさな言い方してますけれども、非常にこのみんなが、作らな、まあ、やるべきこと、みんなが線形大自然山ってもうみんなが同じようなことをやるわけで、それをどうやって体系化していくかっていう、要するに、体系化していく、もう 本のようにまとまっていく、ライブラリのようにまとめていくっていうのは、これじゃあすごく重要なことで、なかなか地面なことではありません。これをやっていったっていうのはもう素晴らしいことだと僕は思っています。で、ちょっとブラスとはということに入りたいと思います。で、ブラスって何かって言いますと、ベーシックリニアアルジェブラサブプログラムスっていうものの略です。まあ、基本的な線形代数のサブプログラムだから、これは線形代数の、基本的なブロックになるようなことを意図してまして、例えばベクトルとベクトルの内積を取るときのプログラムをディファインするとか、行列とベクトルの積を、ディファインしたり、行列行列の積をディファインしたりする。要するに、我々は、コンピューターで線形代数をやるときにどんな演算をやるかっていう、まあ、体系化を行っているということです。だから実際に問題を解くってことはほとんど、まあ、ちょっとあるんですけれども、ほとんどしません。だけれども、まあ、こういうふうな3種類の、主に3種類の、プログラムになっています。で、フォートラン77でさまざまなルーチンの仕様を提供していると。要するに、こういう演算をしなさいって言ったときに、まあ、実際どういう演算をするか、まあ、多分ルーチンの形だけ与えられてもやっぱ分からないことの方が多いんで、ので、どういうふうなことをするかってことを、まあ、参照実装の形で提供しています。だから、netdev.org のブラスというところから入手できますけれども、これはリファレンスブラスと言われています。で、参照実装の形なの で提供されています。だから これは要するにルーチンの使用書みたいなものですね。使用書がそのままプログラムになっていると思っていただいて結構です。で、これブラスは何のためにあるかというと、基本的なことなのでいろんなことに使えます。例えばブラスのルーチンをブロックにして、ビルディングブロックにして、より高度なことをすると。だから例えば LU 分解をするときに、全部のルーチンを、全部 の演算というのは、まあ、ブラスや、まあ、他のレイパックのルーチンやで書かれるわけです。
だからここではこういう動作をしなさい、ベクトルと行列の積を取りなさいとか、そういうふうなことを全部書いてあります。それブラスで書いてあります。でこの実装をお手本とすると、だからこういう、行列積をするときに何をすれどういうことをすればいいかっていうのが書いてあるわけです。だこの実装をお手本としてとても、なんていうんですかね、これをお手本として、まあ、早いコードを書きたいとか、より効率的なコードを書くというときは、まあ、これを元にしてやりなさいということです。でとても美しいコードです。でこれフォートラン77のコードっていうと皆さん大体の人がもう見たくないっていうぐらい汚いっていうふうな方もいらっしゃると思うし、たまに何十万行のフォートランのコードを今もメンテナンスしてるぞと、自慢される、それは素晴らしいと思います。ちょっと大変ですよねという方もいらっしゃいますが、とても美しいコードです。でフォートラン77で書かれてるって言いながらもほとんど C みたいな読み方もできます。で実際僕はそういうふうな読み方をして、プログラムを組んでます。で高速版もあります。これはコンピューターっていうのは栄枯盛衰が激しいんですね。10年前のコンピューターと20年前のコンピューターとかなり違います。だけれども大体あえて高速化の根底に流れるアイデアっていうのは時代とかによって若干変わってくるところもあるんですけれども、高速化するのはやっぱりなかなか大変な、その時代時代に合わせてやらないとダメで、GPU が出てきたり、マルチコアになってきたり、それもやっぱちょっと大変になってきます。だからそういう意味では各時代時代高速版を作ってる人がいたりします。昔はスパークやにもありましたし、IBM だったら、ESSL とかそういうのがありましたが、今ではインテル MKL とか、コートブラスとかそういうふうなものになると思います。じゃあちょっとブラスのちょっと内容をもう少し詳しく見てみます。ブラスにはレベル1、2、3と3種類のものがあります。3種類のものっていうのはデータ転送量の種類オーダーが1、2、3ということで3種類ってなってるんですね。で、それでレベルをっていうふうに名付けてます。要するにこれは昔のベクトル計算機の時のでどこが速くなるかとかいうふうな名残なんですけれども、レベル1はベクトル演算が主です。で、その他なんか行列を回転させたりなんか変なことさせるルーチもあるんですけれども、そういうふうなのもあります。で、有名なのはダックスピーってやつで、Y をアルファスカラ倍して X と Y を足すというふうなルーチンです。これは時々、ベンチマークなんかにも使われることもあります。ストリームはこれに似たようなことをやってるわけですね。で次内積計算とかもあります。これは X と Y のドットを計算するというふうな感じです。で これはもう最適化がすごく難しいですね。合計15種類あって、さらに単精度倍精度複素単精度、複素数倍精度について4通りの組み合わせがあります。要するにこういうふうなルーチンが何個もあるということです。ちょっと見てみますと、コードを見てみますとですね、これがサブルーチンダックスビっていうのがありましてですね、これが行列の、行列じゃなくてベクトルの長さ、これがアルファ、先ほどのアルファですね、アルファで、これで X と Y が、X と Y がこのベクトルですね、ベクトルを持ってる配列になります。でここ、これを見ていくと、ここちょっとなんか僕 なんでこんなコードになってるかちょっと僕もよく知らないですけど、要するに、Y は A になんか Y は Y に A を書と X を書きたものになっているということです。でインク XY とかになってますけど、これは今のところちょっと1と思っていただいて結構です。こういうふうなコードがになっています。でこれほとんどフォートランっていうよりかはなんかどんな言語でも通用するような書き方をしていますね。
でもこういうふうな計算が、まあ、15種類ぐらいあるわけです。で、レベル2のブラスというのがあります。これは、行列ベクトル演算のルーチン群です。で、行列ベクトル積というのは DGEMV というやつですね。で、Y を αAX プラス BY というふうな演算をします。で、まあ、他にもあの DTRSV とか、まあ、これは上三角行列の連立地方程式を解くと、まあ、これはあの別に交代代入していくだけなので、まあ、別にあの何もしてないんですけれども、何もしてないというか、まあ、ベクトル行列ベクトル積そのままなんですけれども、まあ、こういうふうなルーチンがあります。で、こういうふうに、まあ、25種類あって、まあ、複素数、単精度倍精度の 4つの、組み合わせがあります。で、次は、まあ、レベル3というのがあって、まあ、ここら辺、あ、すみません、ブラスにはレベル3というのがありまして、これはあの行列行列演算のルーチン群です。で、有名なのが DGM と呼ばれるやつで、まあ、行列行列積というやつですね。行列は AB を α 倍して C を β 倍したものをもう一回 C に入れると、まあ、SIRK というのは、まあ、行列行列積というんですよ。これは、コレスキー分解なんかで使われるやつですね。A と A の点値を取ったものをかけて、それに β 倍したもので、まあ、上半上三角行列の連立次方程式を解く DTRSM、まあ、まだこういうふうなのがあって、こっちは若干少なくて9種類程度です。こういうふうなものが、まああのまあ、いろいろ定義されているということになります。で、まあ、結局レベル1のブラス、レベル2のブラス、レベル3のブラスというのがありまして、まあ、結局こういうふうなふうになっています。こういうふうなルーチングになっています。まあ、これちょっと S と C は除きましたが、まあ、単精度倍精度、単精度複素数倍精度複素数で接頭辞、SDCZ が頭についてこういうふうな、名前がついていて、それであのレベル1のブラスが、まあ、ちょっとここら辺はほとんど使わないようなルーチンですね。で、ここら辺が、まあ、これは例えば AXP の、複素数番とか、これは倍精度版の AXP、 これは内積を取ると、内積を取る、内積を取る倍精度のやつと、これは、複素数で内積を取って、それを、まあ、内積を取るときに、複素協約を取るというやつですね。これは複素協約を取らないとか、まあ、要するにそういうふうなものがあったり、まあ、これは、配列の、和を求めたり、これは配列の中で一番大きいものを求めたりとかいうふうなルーチンが、まあ、レベル1のブラスです。だから、まあ、要するに、ベクトルの演算をする、ベクトルだけの演算をするというのがレベル1です。で、レベル2のブラスになると、これは、まあ、あの DGEMV、 これは、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、行列とベクトルの積を計算する倍精度のやつで、これは複素数のものになります。これはあのここでちょっとここが、まあまあ、あのこれで B っていうのが出てきますが、これはバンド行列を計算するときです。まあ、なんかバンド行列っていうのもありまして、そういうふうなものを計算することもできます。で、まあ、そういうふうなも、まあ、これはエルミートだったり、これはエルミートのバンド行列とか、まあ、そういうふうなものがいくつかあります。で、これがレベル3のブラスで、これは、まあ、あの複素数の行列行列積と、これは倍精度の実数の行列行列積、これは対象行列の行列複素数の行列行列、だからシムマルティプリケーションですね。これは倍精度の対象行列の行列行列積、これはエルミート行列でのというふうな、これはあのランク K のアップデートとかいうやつで、まあ、AA ダガーみたいなやつの計算です。これは、まあ、というふうな計算、こういうふうになっています。まあ、こういうふうな感じでブラスっていうのはできています。で、これが、まあ、ビルディングブロックになっています。要するにさっきのような計算を、結局突き詰めるに、コンピューターで何かやりたいときに突き詰めていくと、こういうふうな、
こういうふうな計算をだけをやってるってことですね。大体やってるってことですね。でこれ以外の計算というのは、よく見ていくと冷白の中にも、ブラスチックな関数がいくつか用意してあって、多分これは、定めきれなかったその当時の、こぼしてしまったようなものもあるんですけれども、そういうふうなものも、若干ありますが、大体こう線形代数演算を行うときには、ここら辺のルーチンで定義されているようなものが大体使われているということです。じゃあ今までがこの道具の、要するにハサミとかカッターとかノリとかいうふうなことだったんですが、これが やっとレイパックになって線形代数演算が具体的にできるようになります。でこれが、レイパック、リニアアルジェブラパッケージ、これはもうその名の通り線形代数パッケージです。この略です。レイパックというのはリニアアルジェブラパッケージ、そのままです。でこれどうしてるかというと、ブラスでこういうふうなこう道具を作った後に、ブラスをビルディングブロックとして使ってより高度な問題である、連立一次方程式、最小二乗法、固有値問題、特異値問題などを解くことができます。で実際この連立一次方程式、最小二乗法、固有値問題、特異値問題というのは、実はもっとまだもう少し中間層に、下請けルーチンが欲しいんですね、実際は。でそれが、行列の分解、LU 分解やコレスキー分解、QR 分解、特異値分解、手話分解、一般化手話分解とか、例えばこういうふうなものも、使います。他にも、条件数推定や、ユーティリティの、ルーチンですけども、逆行列計算とかもやります。逆行列はほとんど計算の時使いませんけれども、こういうのもやる場合もあります。で品質保証も非常に精密でかつ系統的で信頼を受けると。これどういうことかといいますと、レイパックの中にはテスティングっていうものが、テスティングっていうサブルーチン、サブディレクトリがあって、そこには、ありとあらゆる、こう変な行列とか悪条件の行列とかを出すことができます。この、悪条件とかの行列の概念が何で出てくるかといいますと、それは、不動小数点演算を使って誤差が出てくるからなんですけれども、そういうふうなこういやらしい行列などもピンポイントでやってきます。だからコンパイラが悪いとき、大体コンパイラが悪い、こういうときはバグ取る、コンパイラのバグを取るときにも使えます。それぐらい信頼が置けるルーチングになっています。もうこういうときになると、もう IEEE の規格が定まってないとやっぱりすごく難しくなってくるんですね、こういうところになると。で面白いのは、フォートランのルーチンなんですけれども、パソコンからスパコンまで動くと。やっぱり、iPhone でも実はこれ、iPhone、見たら分かりますけれども、これにも、リンパックって、リンパックって言われるやつがありましてですね、これではブラスが動いてます。で皆さんご存知かもしれないんですけれども、トップ500っていうやつがあって、その中で K コンピューターが1位取ったこともありましたけれども、そこでも、動きます。要するにですね、この iPhone みたいなところからスポコンまで動、もうレイパックが動いていると。もうレイパックだけではないんですけれども、レイパックはその一部として動いていると。でフォートラン90で書かれていると、フォートラン90で書かれて、バージョン 3.4.2 は1600以上のルーチンからなっていると。でウェブサイトはですね、1億6000万ヒットはあります。1億6000万ヒットっていうのはものすごい数でありまして、僕のウェブなんかは数万ヒットなんですが、それの数万倍っていうか、1万倍って感じのすごいヒット数です。だから多分皆さんは知らないで使ってると思うんですね。おそらく、マセマティカとかオクターブとかマットラボとか使っていらっしゃる方もいると思うんですけど、その中にも入ってますし、多分それ知らないと思います。暇があったらというか、興味が出たらレイパックというところを見てください。で これはですね、ここにある、レイパックワーキングノートというのがあるんですけれども、これがすごいんですね。もう今までどうやってルーチンを作ってきたかという論文が全部集まっていると。だから、レイパックを見てわからないなと思ったら、そのレイパックワーキングノートを LAWN というのを調べると、もうすごくいっぱい出てくるんですね。でそれで間違いがどこにあったかとか、
まあ、自分がどんだけ知らなかったかというのを思い知らされると。そういう意味では線形代数 の、大百科事典、百科事典みたいな感じになってます。だからもう本当にありがたい、ありがたいものです。本当にありがたいです。こんなに系統的にやってるんであれば、あのもう僕やることないなって思ったんですが、まあちょっと微力ながらちょっとやってみたこともありますが、ちょっとすごいものができています。でブラスとかレイパックを使っているソフトウェアっていうのもたくさんあります。著名な計算プログラムパッケージは大抵ブラスレイパックを使ってます。ガウシアンは使ってますし、ゲームスも使ってますし、まあ、ちょっと物理科学よりで、まあ、量子計算よりなんですけれども、 ADF とかいうやつもありますし、まあ、BASP とか AVNIT とかいうのもみんなこれ使ってます。ブラスとかレイパックを使っています。で線形計画法の シンプレックスとか NUOPT とか、まあ、GLPK とかそういうのも使っています。で高級言語からも利用可能で、まあ、Ruby とか Python とか Perl とか Java とか C とか Mathematica、Maple、MATLAB、R、Octave、Scilab とか、まあ、こういうところからも使えます。でだから、まあ、大体中身コンパイルできるやつっていうのも大体、まあ、Octave とか、まあ、僕は FreeBSD のコミットをやってまして、オクターブのメンテナンスしてるんですけれども、オクターブの中見ると、まあ、ブラスとかレイパックのリンクをどうするかっていうのが、まあ、ちょっと書いてあります。まあ、他にもで、まあ、Python から PyNum とかいうのもありますし、そういうのはもうそのままこのレイパックを呼び出してます。だから、まあ、知らぬ間に使ってるっていうのがあれです。で、まあ、ちょっとトップ500についてもご紹介しておきます。でトップ500っていうのは、まあ、世界で一番高速なコンピューターを決める、まあ、なんていうんですかね、コンペティションっていうかそんなもんで、まあ年に2回あります。もう少ししたら ISC っていう学会があるのと、まあ、6月に ISC と11月に SC ってスーパーコンピューティングというやつがあって、そこで、まあ、トップ500の表彰が行われるんですが、そこではリンパックというものの測定します。リンパックの測定というのは、まあ、要するに線形連立一次方程式をどんだけ解けるか、どんだけ早く解けるかというふうなものをみな世界中のコンピューターで競っているわけですが、まあ、そんなことに意味があるかどうかというのはまたちょっと話があると思うんですけど、まあ、全然、まあ、意味 もうそろそろないんですが、まあ、ここで一番重要なのは DGM と呼ばれる行列行列積のパフォーマンスです。要するに、政治的に重要な意味を持っていると思われます。で、まあ、要するに、まあ、やってる計算というのはほとんど意味がないんですけれども、まあ、これで大体のコンピューターのスピードの目安というのが求まります。で、国家の威信をかけてというのをやります。例えば K コンピューターというのはリンパック測定でこれを10警戒を行うことができます。こういうふうに並んだコンピューターがいっぱい線形連立一次方程式を、まあ、2日とか3日か二十何時間かけていたわけですね。でそれは、まあ、詳細は、まあ、トップ500になります。残念ながらもう K はもう世界一ではなくなりましたが、まあ、そういうこともあります。じゃあちょっとリファレンスブラスというのを紹介しましたけれども、多分皆さんはリファレンスブラスなんか使いたいと思わないと思います。これなぜかといいますと、来週見せますけれども、リファレンスブラスをコンパイルして使うと、とんでもなく遅いんですね。とんでもなく遅いです。というかもう何をしてるんかってちょっとびっくりするが遅いです。でリファレンスブラスは単なる仕様書だと思っていただければいい。こういう処理をしなきゃならないという仕様書で非常に低速です。まあまあもしかしたら早くコンパイルするコンパイラーができるのかもしれないんですが、それはありえないです。で、まあ、でもブラスとかレイパックはそのコンピューターの構造はよく知ってるんです。コンピューターの構造をよく知ってる。コンピューターの構造っていうのはまた来週やれるんですけれども、CPU があってメモリがあると、そのメモリっていうのがその階層スピードが階層構造になっていると。小さい容量のメモリで速いやつと遅いけれどもたくさんあるメモリ、その中にいろんなグラデーションを描いてるんですけれども、そういうふうなコンピューターの構造をしてるって1970年代にそういうことを思ってこういうふうな、関数というかルーチンを定義したって、ものすごいことだと思います。だからそれは40年後も今30年40年経っても今でも使ってるわけですね。
だけどそれに最適化されたコードは書いてないです。だから遅いんです。で CPU のにあの最適化はおのおのがやってくださいっていうスタンスです。だからまあソフトウェア自体は、の構造自体は 3,40 年か同じだけれども、でも 3,40 年、保つっていうのを保ったソフトウェアっていうのはすごいことだと思いますね。フォートラン77が生きてること自体も僕もちょっと驚きなんですが、もうそれぐらいすごいことです。で、まあ、あの世界で一番速いブラスっていうと今インテル MKL だと思われるんですが、まあ、その説明の前に GoTo ブラス2っていうのをやっとかないとダメだと思います。これはアメリカ人はよく GoTo ブラスって呼ぶんですけれども、これは後藤和重さんが作ったので GoTo ブラスと呼びます。まあ、世界で一番高速な実装で、後藤さんはそもそも、まあ、あの全然コンピューターとは関係ないところにいらして、趣味で特許庁に勤めていらっしゃったとかいうことを聞きましたが、であんまり言ったら怒れるかな、まあ、あの趣味でアルファっていうコンピューター、速いコンピューターがあったんですね、昔ね、みんな大好きだったアルファが、まあ、あったんですが、それに関連最適化をずっとしてたんですが、まあ、もうなんかあの人はマニアックなとこがありまして、もういろんな CPU いろんな OS で最適化されるブラストを作ってたんですね。で、それを、あの人は、タックだから、どこかな、テキサスのオースティンのとこに行って、彼はそれを専業でやってたんですね。だからこの GoTo ブラス2ってものすごく性能が良くて、で日本語でもお話できるし、というか英語の方が苦手のような気がしますが、と言って怒られますね、ちょっと YouTube に上がって冗談ですが、ずっとそういうふうに、素晴らしいブラストを提供されていたんですが、まあ、あの人がちょっとあの移籍っていうか、あの転職されたことで開発は中止されてしまいました。それ の恩恵でオープンソース化されたんですけれども、サンディブリッジ以降のプロセッサーには対応してません。多分個人的に言ったらくれるのかなとか思うんですけど、ちょっとそれだと何とも言い難いものがあります。でオープンブラスというのが GoTo ブラス2がオープンソースになってからすぐできたもので、サン・ザイニーっていうんですかねっていう方が、開発引き継いでます。まあ、これは別に何も言わなくて勝手にオープンソースなんで勝手に引き継いだですね。まあ、開発かなりアクティブでサンディブリッジ以降のプロセッサーにも対応しています。なんか結構いいって、あの後藤さんもあの普通に早いみたいなこと、頑張ってるみたいなことを言ってましたので、ちょっとびっくりしました。で、まあ、面白いところは、まあ、中国なんで、ローンソンっていう、ICT ローンソンっていう、MIPS ベースの、あの、中国が開発している、マシンにも、CPU も対応しているということです。で、インテル MKL ということなんで、これがまあ、今後、あの、皆さん使っていくときに、重要になっていくんじゃなかろうかと思うんですが、インテルが開発しているブラスとかレイパック、あの加速されたブラスとかレイパックなど、インテルマスカーネルライブラリーというのがありますが、後藤さんが2012年からインテルに入社されてですね、まあ、タックを辞めた後実はマイクロソフトに行ったんですが、その後インテルに行ってですね、まあ、そっちでやっているのでインテル系では最速だと思われます。ということで皆さんインテル MKL を使うのが多分ここしばらくはベストだなと。ここしばらくという言い方をしたのは、要するにこの、やっぱり CPU に最適化というのはやっぱコストとノウハウというのはものすごい必要なんだなということです。だからあのブラスがその関数のルーチンを定めたということはものすごく重要なことなんですけれども、 CPU その時々に現れる CPU での最適化というのはものすごい重要なことです。でそれがまたあのでやれるっていうのはまたものすごく人が限られてきます。で、まあ、皆さんアトラスっていうのもご存知の方いらっしゃると思いますが、クリント・ホエイレイという方ですかね。でこれは面白いことに、オートチューニング機構、まあ、最近ちょっと流行りのオートチューニングっていうのがありますけれども、まあ、要するにあのいろんなパラメータを持ってて、それをあの実行コンパイルしながら実行して、実行した結果を持ってそれでパラメータを決めてみたいな感じので速くするというブラスです。でそれまであの2001年ぐらいだったと思う、ちょっとあれなんですが、まあ、ブラスの機能を劇的に改善したパイオニア的存在です。それまでは、まあ、あのペンティアム用のブラスってなかったんですよね。 まあ、あったんですけれども、もうごくあの限られた人しか使ったことがなかった。
だけどオープンソースになってオートチューニングがあったので、この開発の手間がガクッと下がったために皆さんもすごく使い始めたわけですね。でハンドチューニングしたブラストよりかはやっぱり数パーセントから数十パーセントは低速になります。でアトラスも、まあ、次回話しますけれども、これはこのオートチューニングの限界っていう、まあ、要するにマルチコアとかするときには、まあ、バイナリをなんか前もって提供できないっていう問題があります。で、まあ、そういうのもあります、まあ、GPU 向けブラスレイバックっていうのがあります。まあ、最近 CPU の性能が頭打ちになっていまして、グラフィックスボードっていうのが最近ありましてですね、それがものすごく速いと、その代わり限られたことしかできないんだけれどもみたいなことで、頭が悪いけれども速いと、で CPU は賢いけれどもちょっと遅いと、で電力も食うというふうになると、まあ、GPU 向けブラスのルーチンなんか見てると行列と行列を掛け算するなんて、まあ、ある意味 低レベルなことなんで、そういうふうなところでガクッと速くなります。で今NVIDIA とか、まあ、AMD も入りましたが、マグマプロジェクトというのが有望視されています。もうこれは結構僕は面白いなと思っています。でもうブラストレイパックというのはもう CPU1 個とかマルチコア1個の話なんですけども、並列版とかいうのもあります。でスケーラーパックというやつです、まあ、これを用いると、まあ、巨大な行列の演算が行われます。まあ、スケーラーパックはもう素晴らしいんですけれども、まあ、密行列の対角化ということになると、まあ、今村先生、まあ、IX の今村先生のやつがちょっと K でも I 元 K とかいうのもありますが、あれは、まあ、ちょっとはこれやるよりも早いと、まあ、研究なんだ、ピンポイントではこれより早いものがあったりしますが、まあ、初めて使う観点から言うとスケールパックぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。でじゃあ次ちょっとブラスレイパックを使う点での、まあ、注意点、コラムメジャー、ローメジャーというのをちょっとお話しします。で行列は2次元なんですけれども、コンピューターのメモリは1次元的です。と要するにこう A という行列が与えられたときにどういうふうにメモリに格納するかというのが違います。これコラムメジャー、ローメジャーです。例えばですね、14256、要するにこうコラム縦でから先に考えるのがこれフォートランとかです。マットラブ、オクターブ、まあ、ここら辺です。フォートランはコラムメジャーでやります。行列の格納の仕方もちょっと癖があるんですよね。で、普通に考えると僕は C で育ったのであれなんですけれども、 C でやるときは 123456 みたいな風にやりますよね。123456、これがローメージャーです。 CC++ では普通ローメージャーでやります。だから、まあ、CC++ からブラスレイパックを呼び出すときはメージャーが重要になってきます。まあ、これ間違うことが時々あります。で次初めて扱うときに問題なのがリーディングディメンションですね。これ LDA って何だってことですね。 LDA っていうのが時々できます。でこれ何かというと、行列の部分行列を使うといいことがあります。例えばですね、LU 分解とかコレスキー分解をするときに、レイパックではまあこういうその行列の部分を、こういうふうに行列が A があれば、ここの部分をこういうふうな部分をまあそういうふうに使うことがあります。これがこういうふうな ここの行列だけを相手にしたいとか、ここの行列だけを相手にしたいということがあります。そういうのを使うときに LDA という概念が出てきます。でLDA というのは、まあ、このリーディングディメンジョンという、まあ、一つの大きいところ で M×N×M というところで、ここ M をちょっとこうやるということです。でこれで部分行列をアクセスできると。これ結構重要な概念です。でもう一つあるのが、まあ、配列は0から始まるか1から始まるか、どちらから始まるかということです。でフォートランは1から始まるけれども、 C は0からスタートすると、まあ、ループの書き方とかベクトルのアクセスとか行列のアクセスがちょっと問題になります。で次がもう本当に環境依存のところです。で環境依存が激しいということです。これ何でかわからないかもしれないんで、何でかっていうとちょっと難しいんですけれども、まあ、OS のバージョン、どの最適化ブラス化を使うことによってやり方が変わると、まあ、コンパイラーとかライブラリのインストールの仕方、まあ、これぐらいだったらいいんですけれども、どうやってブラスをコールしていいかとか、C ブラスを使うべきかとか、 C からフォートランの
C ブラスを使うべきと、 C ブラスはなんか変な感じがするなという気がしますし、 C からフォートランへのサブルーチンは公式には読めないと。だからIBM では違うし、 Mac でも違うし、っていう Linux でもちょっと違うしっていうふうなことがずっと続いてたわけです。で、フォートランのランタイムをどうリンクするかとか、 C でコンパイルするときはフォートランのランタイムが、まあ、ライト文とかありますので、それにどうやってリンクするかっていうのも問題あります。で、インテジャーはで、インテジャーは32ビットか64ビットか、64ビットブラスがあるかないか、これもちょっと重要な問題です。最近配列がすごく大きくなってきて、まあ、4ギガ個の配列ぐらい、まあ、軽く持てるわけで、32ギガですから、そんな大したことないですね。僕らの頃は4ギガバイトのメモリというと一生使いこなせないんじゃないかと思ったんですけど、今は256ギガとか1テラとかもそんなに珍しくないです。そうするとですね、ブラスが32ビットだとこれは困るわけです。これポインター使ってるんじゃなくてインテジャーを使ってるので、これがフォートランの限界です。で、 JP を使うとさらに複雑になります。で、まあ、実行環境を整えが Linux が一番楽で、 MacOS 10が次でも、やっぱり、まあ、で、 Windows が一番難しいです。で、 Windows で何かやりたいって言われると一番大変です。 Linux 一番楽なのはスピードも速いし、 Linux し環境を整えるのも速いし、まあそれが一番いいだろうなと思います。今回は Ubuntu を使ってみました。あと23分でちょっと、で、ちょっと今回は、まあ、使ってみるぐらいのことで、実際にブラスレイパックを使ってみようと、 Ubuntu 12.4 と行列の対角化とかをやっています。で、インストールはどうするか、まあ、ちょっとなんかすごく下世話な話になってきてましたが、インストールどうするかというと、まあ、sudo apt-get install gfortran とかこういうふうにやると、まあ、開発環境を整うと、まあ、すごく楽です。で、まあ、こう2回やってみて全部アップグレードがなくなったら、まあ、これはこれでいいというふうになります。では、まあ、行列席を使ってみましょうと。行列席は例題と出してしましたが、まあ、僕が初めてレイパックを触ったのは4回生のことなので、4年生の時で、その時はもう何をやってるか全然分からなかったです。LDA で何だとか、そういうとこから始まったので、こういう行列をかけるだけでもですね、まあ、時間がかかったわけですが、まあ、そういうふうなのがを誰もいない、誰も頼る人がいないときにこうすればいいよっていうのが簡単に示してあるということを、まあ、僕が欲しかった教材ということで、これ簡単だけど作ってます。で、ちょっと前置きがありましたが、 ABC っていう 3×3 の行列が3つ与えられたときに、まあ、アルファベータとしてこれを C をアルファベータプラスベータ C、 アルファ AB たすベータ C、 こういうふうにするようなプログラムを書いています。答えは、まあ、手でやったら分かるんですけれども、まあ、こんなふうになります。21.336.70.8-54.514.952.13.4.7.5 と、まあ、そんな、まあ、大した問題ではありませんが、手でもできます。で、じゃあ DGEM って何かといいますと、今回 C ブラスを使ってみましょうと。で、これはプロトタイプはどうなってるかといいますと、まあ、これコンストチャーっていうのがありまして、トランス A というのがこれ何だろうとか、トランス B とかあります。これ何だろうとか思うんですけれども、ブラスとかレイパックだとこれを展示するかどうかっていうのを、選ぶことができるんですね。だから A の展示があるがないかっていうのを選ぶことができると。で、ここは MNK を、この行列のサイズを MNK で指定すると。これアルファを入れて、これは行列 A の配列、これ LDA を入れる、これ B を入れる、 LDB を入れる、ベータを入れる、これでやっとできるわけです。要するにトランス C はいらないですが、行列を展示するか否かを指定することです。まあ、これ行列の展示って結構重要で、 AA だがって量子力学でよく出てくるんで、まあ、こういうのよく使います。で、ローメジャーになってるかと、配列ポイント MK、MNK は配列次元となります。で、アルファベータは行列積に対するスカラーというふうになります。で、これちょっと、まあ、リストを載せてみました。ここら辺はまあいいでしょう。で、これが必要になります。 C ブラスを使うときにいります。 C プラプラでいります。で、これが、プリントマットっていうところは、これは、行列を、オクターブ、マットラボとかオクターブ形式でプリントするっていうだけの、関数です。なんでこんなことするかって言いますと、
ですね、まあ、結果が正しいかどうかっていうのをマットラボで、軽くチェックしてみましょうというときにこういうのを使うと便利です。でここで、まあアルファベータを指定して行列を確保します。ここで1,2,9,8,10-5,3,8 ってこういうふうに A、B、C の行列を入れていきます。ここでローメジャーになっていることを、コラムメジャーになっていることをちゃんと、確認しておいてください。これ0,1,2 こっちの順に並んでなくて0,1,2,0,1,2,0,1 になりますね。こっちもそうなってます。こういうふうにやって、まあ、一応フォートランとコンパッチ互換性を保っているわけです。でもここで、まあ、アルファベータをやってここでジェムを実行すると、これはフォートラン C からフォートランを呼び出すためにここは参照実装、参照でやらないとダメです。アンドがつくとめんどくさいですねというふうになります。でこれで最後プリントして、まあ、マットラボでやるとこういうふうになるというふうになります。でこれをやってみるとですね、こういうふうにコンパイルします。ブラストレイパックをやって、何も出ないならコンパイル成功します。で、まあ、実際の答えを見たいわけなので、ここでは、まあ、コピーペーストをしましょうとすると、まあ、要するにこいつらを、そのままですね、選択してですね、まあ、オクターブに入れてやるとですね、答えがこいつと合うかどうかっていうのが出てきます。でちゃんと合いますかっていうのを確認したら、まあ、プログラムがうまいこといきます。で次もう一つ実証をやってみます。で、行列の固有ベクトル固有値を求めましょうと、まあ、これは結構初めてやるときには、まあ、めんどくさいやつです。で 3×3 の実対象行列があります。123123456、まあ、これの固有ベクトル固有値を求めましょうと。これらは3つあります。固有値固有ベクトルのことをちょっと思い出しますと、行列かけるベクトルが定数かけるベクトルになるようなやつが固有値と この値を固有値、これを固有ベクトルと言いますね。でこれらはこの場合は3つあります。固有値はマイナス0.49、まあ、こんなふうになって、固有ベクトルは1にこういうふうになっています。でこれを求めてみましょうということをやるわけです。今度はフォートランを直接読んでみます。なんでこんなことをするかというと、C プラスみたいな便利なものが入ったのが最近だからですっていうふうになってですね、レイパック、ブラスレイパックを取り巻く環境というのは未だになんか混沌としているところがあるんですが、まあ、これはまあ人間の業だと思って諦めています。でまあ、直接読んでみますと、これ今度は引数がやっぱりかなり複雑になります。対角化するだけだからそんな難しくないだろうなと思うんですが、意外と面倒くさいです。最初のこのジョブ Z っていうのは、ジョブの管理で固有値固有ベクトルが必要か、固有値だけで良いかを指定すると。アップローっていうのは、対象行列なので上三角下三角どっち使いますかということを指定します。これプログラムによっては上三角に何かデータを入れて、下三角はまた何か違うワークにしてる、プログラムとかもあるので、上しかないって思ってそれが全部下にもあるというふうに思うようなアルゴリズム、まあ、を左右することもあります。 A と LDA は、まあ、リーディングディメンジョン、これは固有値を返す配列で、次はワーク領域っていうのがあります。ワーク領域っていうのがないとこれまたできなくなりますので、まあ、そのポインターとそのサイズで、最後インフォが返ってくると、まあ、0だと正常終了、引数のチェックもやってくれると、収束しないという場合もあります。まあ、これQR 法でやるので収束率はすごく高いんですけど、ごくまれに収束しないことがあります。でも高精度版で収束しなかったことがあったのかな。まあ、ちょっとこれは非常に優秀なプログラムなんですが、収束しないこともたまにあります。ここが、対角化をやるに、リストです。今度には若干長くなります。ここでですね、プロトタイプ宣言をするわけです。プロトタイプ宣言をするというのはちょっとなんか大変なんですけれども、まあ、今やってください。
でここで、まあ、これはプリントを行列をプリントするところ、これで行列を確保して行列をセットします。まあ、ここは、ローメジャーになっていることを確認してください。で最初ここですね、ワークスペースのクエリということをします。これは何かと言いますと、ワークスペースというの、ワークスペースのかがどんだけ必要かっていうのを最適なものをレイパックは知っていることになっておりまして、それを、呼び出してその大きさを返してくるっていうことを機能を持っているんです。でだからこれ2回呼ばないとダメなんですね。それで、ここでワークスペースを確保するんです。これをということをやります。まあ、これはあのテンポラリな領域でそこを使って計算するんですね。でそれで、固有値と固有ベクトルを得るということになります。でこれ、MATLAB オクターブでもちゃんと再現できるようにします。で先ほどのリストをこう保存します。次に、コンパイルはこういうふうにやります。ここ GFORTRAN、 LGFORTRAN って入っていることにちょっと注意してください。これ何かと言いますと、レイパックはフォートランなんですけれども、あこれ L が抜けてるな、レイパックはフォートランで書かれているんですけれども、ここにあのなんかライト文とかいうのがあってプリントするとこがあるんですね。そこはランタイムが必要になってくるんです。だからフォートランのランタイムが必要ということで LG フォートランというのが入ります。まあ本当に混沌としてますよね。まあ何も出てないならコンパイラー成功します。で実行は、実行してみると、固有ベクトルがこういうふうに出てくると、固有値がこう出てくると、固有ベクトルがこう行列の形で出てくると、まあ、それはそうですね。で、MATLAB や OCTAVE で、まあ、これを計算すると合っているということです。まあ、MATLAB や OCTAVE は実はレイパック読んでいるので、これでチェックしたことには本質的にはならないんですけれども、ユーザーがこれ間違ってないかなということをチェックすることにはなっているということになります。ちょっと、まあ、ちょっと ここら辺で駆け足になりましたが、まとめと今回次回予告です。まあ、線形代数の重要性とか歴史について述べました。ブラストかレイパックとは何かということの簡単な説明をしました。でブラストかレイパックの簡単な示し方を示しました。これは、行列積とか、行列の固有値を求めるということでやってみました。で、ここでやっとブラストレイパックのイントロダクションは終わりになりまして、まあ、次回は何かと言いますと、じゃあ早くするにはどうしたらいいかと、まあ、多分皆さんが聞きたいのはここだと思うんですが、早くしたいにはどうすればいいかということを説明したいと思います。でもその前に、早くするってどういうことかというと、コンピューターの仕組みをざっくり捉えてないとやっぱりできないです。コンピューターがどうしてこういうふうになっているかっていうのを知らないとやっぱりわからないです。だからそういう意味ではコンピューターの仕組みをざっくり紹介して、でそれで、まあ、ブラスレイパックを高速に使うと、で、まあ、参照ブラスがいかに遅いかということもちょっとあの結果をお見せしてやっていきたいなというふうに思います。まあ、あと10分ぐらいなので、ちょうどこれぐらいで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。